はい、どうも皆様、おはようございます。こちらですね、佐賀市内の方の、とある、病院の方の、病棟の方ですね、なります。火曜日ですね、今週火曜日から、こちら入院をしております。で、水曜日ですね、手術の方は13時から、行いました。約1センチちょっとぐらいの、結石の方ですね、どうなるかと、ちょっと言われてたんですけど、まあ、もしかしたら2回にわたっての手術になる可能性も来るということで、言われてましたけども、無事、手術の方は、成功いたしました。あとはですね、血尿とか、あと残骸の方がね、まだ、残っておりますので、その排出ということで、全力、復帰に向けて、全力を挙げて、やっております。まあ、なかなかですね、この尿路結石っていうのは、一度なるとな、もう慢性的になっても、なかなか治らないって。で、まあ、一つの現代病の一つとも、言われております。やっぱり食事の欧米化の影響があるちゅうことで、まあ、食べ物とかにもね、本当はね、気をつけないといけないんだけども、まあ、なかなかね、外食とかがちょっと多いものですから、なかなかちょっとね、気をつけるちゅうのも、なかなか難しい面があるんですけども、あとはやっぱり、こまめに水分を取るとか、まあ、運動をするとか、そういったので、まあ、気をつけていくしか方法が、ないのかなっていうにはちょっと思います。まあ、ちょっとなかなかね、もう、長く付き合っていくしか、まあ、一生懸命付き合っていくしかないので、これ分かれば、どうしようもないんで。まあ、そんなわけですね。まあ、できる限りね、早く、復帰して、いろいろね、ちょっとやらないと、お仕事の方もしていかないという話、やっぱり、今後ですね、まあ、ちょっと、仕事の方もちょっと量を増やしていかないと、ちょっとやっぱりいけないかなというふうに思っておりますので、まあ、今やってる仕事の他にですね、まあ、一応ちょっと、まあ、やれるかどうかはちょっと分かんないんですけども、まあ、休みの日にですね、でもちょっと少しね、ちょっと仕事の方ね、一日でもちょっと入れていかないとですね、今後、まあ、ちょっといろんな支払いとかもありますし、まあ、今年は車の免許の更新でもありますし、もうすぐしたら、自動車税も払わなきゃいけないし、まあ、ちょっともろもろね、ちょっと出費もね、今後加算できますしね、まあ、そんな中でですね、今やってる仕事だけでは、やっぱりちょっとね、やっていくのはちょっと難しい状況にもちょっとなってきてますので、まあ、ちょっとね、一日でも、またちょっとね、短時間でもいいので、ちょっとね、もし、最初はね、ちょっとなんか難しい面もあるから、ちょっとやっていくしかないっていうのもあったんですけど、ちょっともう、切羽詰まってきてるのもちょっと事実なんでですね。まあ、またね、まあ、ここの医療費の方の支払いもありますし、まあ、生命保険とかもね、まあ、すぐ出るわけじゃないのでですね。まあ、お金がないと、この YouTube の方もちょっとできないのでですね。まあ、そんなわけですね。まあ、ちょっとお金稼ぎでもあれなんですけども、ちょっと、やっていかないと、ちょっといけなくはなるかと思ったので、若干ちょっとね、この YouTube の活動も、少し更新頻度が減るかもしれません。ちょっと、これは仕方ないので、そこは、一回
いというふうに思います。まあ、そんな中でね、健康の方ですね、もう私ももう50過ぎておりますので、やっぱり50過ぎると、まあ、血圧の方もやっぱり高くなっているし、まあ、いろんなところでね、健康面不安なところもちょっと出てくるのですね、そういったところも気をつけながらですね、まあ、仕事の方も、頑張ってやっていかないといけないし、まあ、あとですね、YouTube の方でね、おかげさまで、900人をちょっと超えました。登録者数が900人を超えました。本当、誠にありがとうございます。まあ、ここまで来た方にはね、もう1000人超えは目指さないといけないところでありますけども、まあ、そんな中ではですね、まあ、私のね、動画ポリシーであります、ありのままを伝える、佐賀県を中心とした、電車体験で、まあ、イベント関係のやっていくっていうのは、まあ、姿勢は崩さないのですね、まあまあ、自分自身でやるべきこと、まあ、やれる範囲で、今後もやっていきたいと思いますので、どうか今後とも、よろしくお願いをいたします。そんなわけですね、まあ、ちょっと朝からこんなこと雑誌で、動画の方を上げさせていただきました。もうすぐ、